はい、大林です。今ですね、夜の11時29分、もうこんな時間か。はい、大会が終わってちょっと食事をとりまして、まあちょっとどころじゃないぐらい爆食いしてしまったんですけども、 ANNBBF 全日本ボディービル選手権大会優勝しました。ありがとうございます。はい、この日のためにね、頑張って減量してきたので、本当に最高の結果で終わることができて感無量でございます。はい、まあやれることは全てやりきったんでね、どんな結果が出てもまあ悔いはないかなと。まあ1位以外はね、みんな悔しいもんなんで、まあ優勝できなかったらやっぱ悔いが残っちゃうんですけども、まあそれでもね、やれることはもうやりきった、もうどんな順位でも受けれるっていうぐらいね、やりきった上で最高の結果が出たので、本当に嬉しい限りでございます。本当にね、長かったですね。本気で減量しだしたのは今年の4月に入ってからぐらいですけども、実際のところは本当に年明けぐらいからもう減量、軽くね減量してたぐらいだったので、自分の中ではもう本当にね、丸1年近くかけて減量してきたぐらいだったので、長かったなと。本当にね、まあ途中緩めたりとかね、切れ食いしたりとかありましたけども、まあそんなのもありつつね、よく減量頑張ったな自分ということで、本当に自分を褒めてあげたい。で、何よりもね、この結果っていうのは、まあ私一人では絶対ね、成し遂げることができませんでした。ルーティン動画をご覧いただいて、で、コメントをくださるね、視聴者の皆様、そして、本当にね、いろんなところでルーティン動画見てますっていうふうに、声をかけていただけました。SNS でもね、本当にルーティン動画実は見てるんですっていうふうにね、声かけてくださったりね、コメントくださったり、DM くださったりする方、まあ、すごいたくさんいらっしゃって、で、同じね、競技者の方、まあ、ボディービルダーとかね、フィジーカーの方とかね、競技者の方からも、実はね、ルーティン動画見てるんですって、あれモチベーションにしてますって、減量のモチベーションにしてますっていうふうにね、声かけてくださる方とかね、もう本当にいらっしゃって、そういうね、一つ一つの声が本当にこの大会へのモチベーションになりました。やっぱり、あまりね、こう、辛いとかしんどいとかね、そういうのをこう、表に出すわけにいかないじゃないですか。やっぱり、もう好きで、それが好きでやってることなので、そんなね、しんどいとか辛いとかね、そんな姿は、まあ、誰もね、見せないもんなんですけども、やっぱり、辛い時ってあるんですよ。で、やっぱそういう時に、本当にね、そうやってコメントくださって、頑張ってくださいとかね、モチベーションになりますとかね、そうやってコメントくださってる皆さんのおかげでね、本当に頑張れることができました。はい。私が今回、フリーポーズに選んだ曲、You Raise Me Up という曲ですけども、あれ英語の曲なんですけどね、まあ私があなたを支えてくれると、でそのおかげで、まあ、辛いことも頑張れますよと。そういう歌詞になってまして、本当にね、これ、今期の、もう僕の状況そのままだなと。本当にいろんな方に支えられて、今期減量できて、大会に臨めてるなと。もう一人じゃ絶対にもう、諦めてたなと。道半ばで、絶対に挫折してたなと。で、本当にいろんな方に支えられた、この感謝をね、ステージで、フリーポーズというパフォーマンスの形で伝えたい。その思いから、この You Raise Me Up という曲をね、選びました。そんな思いがね、伝わるようなフリーポーズになってればいいな、と思いながら、はい。私もね、そんなフリーポーズ得意じゃないんで、まあ本当にね、その思いだけでなんとかね、一つ一つのポーズはもう丁寧にきっちり決めようっていうことでね、フリーポーズも妥協なく、練習しましたので、そんなね、感謝の思いが少しでも伝わればいいなと思っております。本当に私のね、減量ルーティン動画ご覧いただいて、応援いただきまして、本当にありがとうございました。またですね、増量ルーティン、オフシーズンのルーティン動画も撮れる範囲でね、撮っていきたいなと思っておりますので、引き続き応援いただければと思います。まあ私のルーティン動画だけでなく、B レジェンドチャンネルの動画、そして B レジェンドフェムの動画、それだけでなくて B レジェンドの商品も引き続きご愛顧いただければと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。ひとまずね、
大会の報告ということで、全日本ナチュラルボディービルディング連盟、ANNBBF 全日本ボディービルディング選手権大会優勝しましたということで、どうもありがとうございました。